はい今回はフランス自身のニュースの仰天の裏側をですね、憶測してお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。数日前にですね、フランスで、まあ、揺れたと、こちらの件がニュースになっておりまして、これっていうのは単なる揺れなのかと、ただですね、そういうものだけでもないと考えられる可能性がありまして。 まあ、あくまでもですね、えー、本当のところっていうのは分かりませんので、えーまあ、参考程度に、えーまあ、聞いていただければと思います。僕はあのこういうふうに思ってますっていうことで。 でこのように思っ,てるか思ってらっしゃる方っていうのは、多分他にもいらっしゃると思うんですよ。で別にも,もちろんデ、ね、タらめとかそういった話ではなく、単純に、えーまあ、見えない、えー、裏側に、こういった仰天、まあ、することがあるとで、これっていうのは、うんまあ、今回のフランスもそうですし、えーまあ、過去にはです、ね、トルコ、あるいはです、ね、日本も関係する、まあ、そういった話を今回、えーまあ、考えながらお伝えしていきますので、えー、今回もよろしくお願いいたします。まずどののよううなな、まあ、ニュースなのかということで まあ短めのニュース記事なんですがそちらから考えていこうと思います。フランス西部で6月16日の夜から17日の朝にかけて地震が相次ぎ多くの建物が破損した。 フランスで強い地震が起きるのは異例、まあ、なかなか起きないということですね。で、そのフランス中央地震局によると、16日夜の地震の規模はマグニチュード5.8、17日朝には余震と思われる2回の揺れがあり、規模はマグニチュード5.1と3.7だったと。フランスでマグニチュード5を超える規模の地震が起きたのは2019年11月っていうことでね。 エリザベット・ボルノ首相は今回の地震は珍しいことだと述べ不安を抱えているかもしれない、えーま、人への支援を表明したと、えー、この最後の部分にまず注目しますね、うん、今回の地震は珍しいことだと述べということなんですねあ珍しい地震だったんだあなかなか地震が起きないところで起きたんだあれもしかして 意図的に起きたのかな起こされたのかなそういうことを考えるわけですよ。うん、で、えー、もしも意図的だった場合は何かっていうことを考えるんですが、そういったものをやるものがおるわけですね。わからないように <laughs> 裏側から、ま、裏側に回ってですね、そういうことをやると。で、やられるからには何かがあると、そういうふうに考えていくとですね。 実はフランスがです、ね、この今までのポジションを移り変わろうとする動きを見せていたんですよ。マクロンがです、ね、水面下でフランスは今まで西側にいたんですがブリックスの方に移ろうという動きを見せていたんですね。その最中に起こったこの揺れということなんでこれはもしかしたらやられたんじゃないかっていうことを思うわけですよ。で過去にも今回のこのこフランスと 同様のまあ事態が起こったことがありまして、それがトル,トルコだったんですね。トルコも大きく揺れたことがありましたが、トルコも大きく揺れたことがありましたが、トルコはこの揺れた時にですね、アメリカにかなり反対していたんですね。 あのエルドアンという方とか、あるいは <coughs> トルコの国民もですね、アメリカに反対の声を上げていたと。つまり、アメリカの裏側にいる、まあ、D の S が自分たちに反対するっていうと、どういうことになるかっていう、そういったことを強硬的に見せてると考えられます。だから、まあ、D の S の報復行為に合ってるっていうことですね。 少し前のトルコもそうですし今回のフランスも、まあ、その D の S の報復にあったとそのように考えられますつまり D の S に反したことをやった場合ですね意図的にこういうまあ揺らされたりとかそういったものがありますからそういうことをわからないようにやっている可能性があるしかしそんな中フランスはまあそういった行動に出たわけですねで僕たちが住んでいる日本の背後にもこの,、まあ、あの D の S っていうのがいるわけですよ で日本がアメリカの、まあ、何かしらそういったものに反対するとですねこの D の S が動き出してわからないように。 意図的にここういったまあ揺れを起すす可能性があるんですねだから本当にもし日本でですね何かしらこういうひっくり返すようなことをする際にはあの日本国民の生活を考えないといけないんでね日本国民の生活日本国民の生命そういったものをですね守りながらやっていかないといけないんでだからまあ難しいんですよでもちろん本当かどうかわからないですが僕はこういうふうに思ってますし、まあ、リスナーさんの中でもこの D の S のこのね意図的にこういうことをやるそういった たことをしている。本当はこれはしてはいけないんですが、多分してるんですよ。してるとま思っています。で、日本というのもねこのまんまアメリカにくっついていったら、もうアメリカの崩壊とともに日本も崩壊するんで、どこかのタイミングでアメリカと決別しないといけないんですが。 アメリカと決別するということは、アメリカの裏側にいるこの D の S とですね、えーまあ、徐々にでも距離を取っていかないといけない、そういった状況にあるんですが、一気に離れようとすると、ですねこういう意図的な揺れを食らったりもするということなんで、まああの、徐々にでも離れていかないといけないんですが、まあ、岸田は離れてる気配が全くないと思います。 でもしもです、ね、日本がこのアメリカとべったり資金距離にいるとです、ね、アメリカが経済が崩壊する、右肩に下がっていったときにその後、日本も同時に右肩に経済が下がっていって崩壊するということです。アメリカの経済崩壊とともに日本も崩壊してしまうということなので日本もどこかのタイミングで,です、ねまあ、このようなことをしないといけないんじゃないかと思うんですが、まあ、なかなか難しいのかなと今回のこのフランスの揺れの件を見ていて思います。 じゃないいと思いますがよくこの D の S とかになるとねそのものは見えないからいないんじゃないかとかっていうんですが。 こういったことが意図的に揺らされたりするんで、世界各国慎重になってやってるっていうことです。だからこのフランスの今回の揺れの背後には、の D の S がいると思いますし、まあ、僕はあのこのように思ってます。で、この <coughs> 自民党政権交代っていう時に、この意図的な揺れが起こる可能性があるんで、ちょっと僕たちも気をつけないといけないんじゃないかと思うっていうことで、えー、今回はお伝えしてみました。何かしら参考になっていただけるところがあれば何よりですっていうことで、今回ここで終わりです。最後ままで聞いていいててただきましてありがとうございました Stop.